はい。えー、皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ。このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、必要な知識について解説をしています。今回のテーマは、能動免疫と受動免疫についてです。今回の内容です。最初に、免疫という言葉の2つの意味について説明します。次に、能動免疫の意味とその例について説明します。 受動免疫の意味とその例について説明しますそして記憶に残る復習の仕方想早期して保存について説明し最後に脳動免疫受動免疫に関する国家試験過去問題について解説をしていきますはい免疫という言葉にはですね実は広い意味と本来の意味の2つの意味があります広い意味で言うとですね非特異的防御機構イコール自然免疫 イコール炎症などの生体防御機構を含んだすべ、えー、ての生体防御機構のことを、まあ、免疫というふうに言っているわけです。ここで言う非特異的というのはですね相手を選ばないで、まあ、体を守る仕組みということになりますね。例えば炎症は、ね、細菌が入ってこようがウイルスが入ってこようが心筋が入ってこようが炎症という生体防御機構は起こる。 ということになりますこれは広いい意味での免疫ととうことになりますそれでは本来の免疫とは何かというと別の言い方をすれば特異的防御機構であり獲得免疫でありそしてそれには免疫には液性免疫と細胞性免疫という2つの免疫応答がありますえつまり本来の免疫は異物と反応が1対1という特異的になるわけです インフルエンザウイルスに対する免疫は、インフルエンザウイルスにしか効かないというのが本来の免疫の意味ということになります。はい、この本来の免疫力、特異的防御機構、イコール獲得免疫、イコールエキセ疫と細胞性免疫は、一般的に能動的に獲得します。つまり、これらの免疫系が働いて、異物を認識し、 免疫応答が起こり免疫学的記憶を保持しているつまり自ら積極的に働いた免疫系が、えー、異物イコール抗原をずっと覚えておいてそれが2回目に入ってきた以降もですねその免疫力が働くというのが本来の免疫であり、ね、これは能動免疫なんですね。 その能動免疫を利用して免疫力イコール特異的生態防御を獲得しているのがワクチンです。つまりワクチンは抗原を注射しているということになるわけですね。異物を注射して、それを自らの働いた免疫系がずっと覚えておくということになります。それでは、受動免疫はどんなことなんでしょうか。 例えば抗体を薬品として投与する方法があるんですけれども、これはもう受動免疫です。つまり自分の免疫系が作った抗体ではなくて、抗体がすでに薬としてあって、それを投与されれば、これは受動免疫。じゃその例はですね、B 型肝炎ウイルスの感染の可能性がある場合に、抗 B 型肝炎ウイルス抗体を含む免疫グロブリン製剤っていうのを注射するわけですよね。 免疫グロブリマンはマ抗体のことですから、抗体が薬になっているということです。それ以外の例としては、例えば毒素に対する抗毒素結成、ねえー。抗毒素結成の中には、ね、毒素に対する抗体が含まれているということになりますので、これも受動免疫の例ということになります。それ以外に薬以外の、ね、受動免疫もあります。 えー、胎児が母親から胎盤を通して IgG をもらってその IgG が免疫力に関わるのは受動免疫です、えー、生まれた乳児がです、ね、母乳から摂取した IgA で獲得した免疫力もこれも受動免疫ということになります、はいえー、国家試験には確実に合格する学習方法がありますこのチャンネルではラーニングするディスカッションの頭文字を取った LTD ですよと教えています なぜ LTD をするといいのでしょうか、えー。国家試験合格には必勝の法則があります。それは、みんなが知っていることをあなたも知っていれば確実に合格しますよということです、ね。反対を考えてみると、みんなが知っているのにもしあなただけが知らなかったら、それは不合格になってしまいますよね。ですから LTD が有効になるわけです。この LTD はさらに記憶の三原則に有効な学習方法で、 記憶の三原則とは理解して覚える決め短期記憶は長期記憶に変わって忘れなくなる保存思い出すことができる早期のことですそれでは今回の復習をしてみましょう SNS で今回学んだことを発信すると皆さんは早期の訓練をすることになるので記憶に保存されて忘れなくなります TwitterInstagramFacebookYouTubeLINE など何でも構いませんあなたの学びでクラスメートもあそういうことか と理解、記名することができてとっても喜んでくれます。えその時にはぜひ「ハッシュタグ鈴木森生チャンネル」「ハッシュタグ脳動免疫自動免疫」とつけてください。お願いします。え最初に脳動免疫の例を言ってみましょう。そして次に自動免疫の例を言ってみましょう。脳動免疫の例は1つですけれども、自動免疫の例は4つぐらいありましたよね。過去の国家試験に脳動免疫はどれかという問題が出ています。 1>, 1番、ガンマグロブリンの予約。これはもう抗体が薬になっているので、受動免疫です。母乳を介した抗体の移行、まあ、IgA のことですけれども、受動免疫ですね。4番、高血清の予約。これも抗体が含まれていますから、ね、受動免疫。3番のワクチンの接種が濃度免疫ということになります、はいえー。インフルエンザワクチンの接種で正しいのはどれか。 特異的能動免疫なのか、非特異的能動免疫なのか、特異的受動免疫なのか、非特異的受動免疫なのか。まずですね、えー、ワクチンは自らの免疫力が働きますから、これは能動免疫で1番か2番ということになります。さらに、インフルエンザワクチンはインフルエンザウイルスにしか効かないわけですから、これはもう特異的。 とということになりますなので、インフルエンザワクチンの接種は、特異的濃度動疫ということになるわけです。はい、国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びは皆さんの役に立ったでしょうか役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。